それで勝ったつもりか。それがしを殺す？うわー、返り討ちにしてくれるわ。醜いアメリカ兵の絵だ。こやつの酔いっぷりが絵から匂ってくるようだ。故郷を思い出す味だ。傷一つごとに千の攻めくを与えよう。マックスアーム、先祖の力は我と共にあり。古代の神殿で電源を入れるというのも妙な話だ。こんなことがあり得るのか。我は前の旅で周りを囲んでいた緑の光が懐かしい。この環境は不毛だ。暗闇は仲間になれる。暗闇は師匠にもなれる。暗闇は、足の小指を打った。ここで一句ひらめいた。我は電源探さねば。季語なし。米国のカウボーイとやらの武器か。はいよ。当然このライフルは我専用だ。タクティカルライフルだからな。集中が必要な武器であろう。タケオは常に集中している。あ、見よ、ハエだ。新しい場所か。まだ小さな一歩かもしれんが、リヒトフェン、次の一歩には期待しよう。マコトの戦士は防具を使わない。あえて背中をガラ空きにするのだ。我は間違っていた。我には盾が必要だ。盾をこの手に。この盾を使うのは新入りだけだろう。タケオは戦いの手だれである。おお、我の背後は無防備だ。誰にも入れ墨を見られていないといい。タケオは常に爆発をもたらす。我が何人にも好かれるのはそのためだ。だろ。我はレイガンを手に入れた。我が倒れることがあれば、貴様は我を蘇らせるのが身のためだぞ。我が過激の刃を食らうがいい。過激？もとい！我が嘆きの刃を食らえ。まるで夢でも見ていたようだな。空の星が見え、手を伸ばせば触れられそうだった。破壊された地球も目にしたな。待てよ、もう一人の竹雄も見たぞ。少し前まで仲間は大勢いた。今は我一人。我らの役目に対してなぜそのような無謀な削減をするのだ。たとえ我一人になろうと、明確な任務がある。エレメンタルシャードをこの手に掴むのだ。正直言うと、俺と別のお前タック 2.0 とは困難を乗り越えてきたんだ。俺たちは同じ思いを共有してる。俺たちだけにしか理解できない気持ちをな。我には理解できぬ。こんなことを話したいのか。落ち着けタック 1.0。 俺はただリヒトーフェンの壮大な計画の一環で、俺たち二人がいかにして魂を取り戻したかを話してるだけだ。リヒトーフェンの壮大な計画？なんてことだ。まずいぞ。奴が再び我らを破滅へと導くのか。だから落ち着けよタック 1.0。 俺の知ってるお前はもっと穏やかだぞ。はあ、そうだな、テンプシー。我らが新たな道を進んでいることは承知している。しかしリヒトーフェンの計画と聞いたことでいろいろと思い出した。実に奇妙な地下室だな。これは軍事基地か、あるいはデンプシーが言うところの男やもめの部屋か。貴様のその振る舞いを見るとなぜこんなにも寂しいのだろうか。心に穴が開いたように。一度叩かれたのは我が油断していたからだ。だが二度叩かれたなら、やめろ。奴らの魂を取って、こんなところで犬死にすることだけは避けたい。犬だけに竹を渾身のシャレはいかがかな。
敵の強さの源を破壊すべきだ。この竹雄が破壊してみせよう。宝器の悪鬼を。マックスアーモ。マックスアーモか。我らが未来を変える前触れかもしれん。空のバケツはただのバケツ。しかしいっぱいになったバケツは何かの役に立つのか。この場所の壁の中からささやきが聞こえてくる。迷える精霊が苦しんでいるのだ。我が声を聞け。我は正木竹雄。貴殿らを解き放つ手助けをいたそう。ボタンは我が押した。何度押そうがゴンドラは早くならんぞ。しかと準備は整った。かかってまいれやっきども。その覚悟があるならば。悪魔の犬か。待てよ。確かに悪魔の犬に見えるが、アンデッドを食べている。我らは救助をすべきだろうか。ナイダー海が我らを愚弄する。この誘惑は厳格だ。罪人への拷問なのだ。今一度我らは予期せぬ分かれ道に差し掛かった。新たな運命に向かって進むのだ。この道が我らを安寧に導くことを願ってやまない。どうやら盟友たちはどこかに足止めされているようだ。しかし我はいずれ再会できると信じている。それまでは一人で旅を続けるとしよう。デンプシーならこう言うであろう。料理開始だ。電力が回復しました。正確さこそが我がミドルネーム。我も一度デンプシーのようなセリフを言ってみたかったのだ。奴らの魂を取ってこい。普通の犬は弾や棒を取ってくるのを好む。ここは棒より大きな丸太が必要になるであろう。